あー、ほんと痛い。ねえねえ、あんたらそのベタベタするのやめんか、兄弟で。こいつがやってくるね。気持ち悪い。せーの。あんたら変やねん。気持ち悪いな、バーカルーマってか、ほんとお前らやめなんねえか。気持ち悪いねんて、二人とも。俺ってさ、シスコンねんて。おい、俺シスコンねん。妹好きねん。その、なんでやろうね、やっぱみんなってさ、世間一般の人たちは近親相愛とかなんか悪い風に言ってくる。どう思う妹、これについて。お前どう思う、俺がシスコになること。なんか一言お前ねえんか俺に、うん、言って。シスコンであること。俺がキモい。なんてキモい。キモいですまんやろ。もっとなんか言うことあるやろ。俺がシスコンであることについてもっと長文述べろ。気持ち悪いし。いや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 、気持ち悪いんや。だからシスターコンプレックスってわかります？オタク。何で好きなの？なんやろ、やっぱなんか妹っていう位置づけ、それがなんか好きね。なんか彼女とかいろいろおるけど、やっぱ彼女も好き。でもやっぱりそれ以前に妹って自分とはやっぱ違うというか、やっぱなんやろ、身近に感じる。ここ18年間ずっと生きてきて、今までずっとお前がおるわけよ。あ、違うか、16年間か、2つ離れとるから年が。だからどうよ、俺好きね、妹がやっぱり。はい、キモいですね。キモいとかじゃないって。もっと、なんやろうな、妹から兄に対しての気持ちもちゃんと伝えるべきなんじゃないの。うざいもん。お前さ、お前はそんな優しいかもしれないけど、昔どんだけうざかったか知らない。あ、昔は喧嘩してばっかや。でも、その喧嘩はなんで喧嘩してかっていうと、やっぱり好きな子っていじめたくなるもんや。やっぱ兄弟もそうね。やっぱ好きねん、お前のことが。昔からずっと好きやってん。さ、愛情表現。でも今はまた違うやろ。これどういう動画という形で、君に愛情表現をしとるやろ。わかる？これセカンドチャンネルやぞ、セカンドチャンネル。逆に聞くよ、じゃあお前は俺のこと好きになったことないの？ないです。一回はあれやる。でもないです。昔だってさ、ほらよくしとったやん、人形ごっことかセーラームーンごっことか。あれお前最後よだれかけて終わるから最悪やもブロック遊びは。いやでもそれでもやっぱ俺と楽しそうに遊んどったわけやん、家で。千と千尋の神隠しの DVD とか見たり、要はあとなんだ、キョロちゃん見たり、夢のクレヨン王国見たりね、覚えてる？ねえ、天才バカボン見たり、あと何見とったっけ、なんかとりあえずジブリとか見にまくっとったやん俺らで。だからその時やっぱり俺のこと好きやったやろ、ある程度。大きな声で俺の気持ち、俺への気持ち、せーの。お金くれとるからちょっと嬉しい。なんて言った今。お金くれとるから嬉しい。バカ。痛い。そんなんでな、お金なんてた、さ、それはお小遣いやん。お小遣い。お母さんとかやっぱお金苦しいやろうから、俺は親孝行としてお前にお小遣いをあげとる、一月に一回。お前のことが好きやからそれもあげとるわけで、そう、ただの妹やからってあげんよ、普通みんな。ねえ、わかる？富山にとかでとか、キュール。だから、ねえねえねえ、気持ち悪い、触らんといて、ほんとに嫌じゃんって、あんた。